みんな集まれ、アニメとトゥゲザー始まるよ。どうもセス、今回もですね、雑談的な動画をですね撮っていきたいなと思っていて、まあ、今回もというかですね、毎週金曜日の夜はですね、こういうただただ私が喋るだけっていう動画を上げていきたいなと思っております。まあ、理由としてはですね、まあ、単純にただ私が喋りたいっていう、ただそれだけの話で、はい。そんなんで、本当にただただ私が喋るだけっていうね、動画を金曜日上げていきたいなと思っております。で、なので、皆様からですね、なんかこういうことを話してほしいみたいなね、なんかそういうテーマみたいなね、ものがあれば、コメントしていただければなと思っていて、で、正直何でもいいんですよ。まあ、アニメのね、なんかアニメに関してこの話題について話してほしいみたいなでもいいですし、まあ、先週もすでにいただいていて、なんか学歴について、話してくださいみたいなあって、まあ、そんなんでも別に構わないです。まあ、今週はちょっと自分話したいことあるんで、その学歴についてみたいなことはね話さないんですけど、別にそんなんでも別に何でもいいんで、これについて意見聞きたいですみたいなあったら、コメントお願いしますっていうとこです。で、まあ、この動画って 100% 伸びないんですよ。絶対再生回数稼げないって話で、なんでかっていうと、この動画見てる人ってたまたま偶然見てるか、私のことをなんかこうアニメとか関係なくね、アニメとか関係なくなんか応援してくださってる方しか多分聞いてないと思うんですね。なのでこの再生回数イコールファンのね人数みたいな感じかなと思ってるんで、なんかこの再生回数が増えていけばですね、私のファンも増えてってるなという、そういう、なんですかね、指標になるのかなと思ってるんで、まあ、ちょっとずつね、まあ、なんとなく頑張っていきたいなと思っている次第です。で、今はね、こうメインチャンネルというか、まあ私このチャンネルしかないんで、メインもクソもないんですけど、まあ上げてますけれども、いつかはなんかね、こういうラジオ感覚だけの動画というかチャンネルを作ってですね、そこっちで上げていきたいなと思っているわけなので、まあ、それぐらいの規模にね、なれたらええなというと、これね、パーマのこの野良パーママジ厄介からね、めちゃくちゃスタミナ持ってっからね、マジ厄介。まあそれは置いといて、で、今ね、こう馬娘流れてますけど、なんか私がただ喋ってるだけっていうのはね、こう絵が持たないと思うんで、トリマ流してるっていう感じですよ。ただ毎週、馬の育成しながら喋ると思います。で、私別にね、めちゃくちゃ課金してるわけでもないですし、別にね、そんなめちゃ頑張ってるわけではないので、育成は下手くそなんですけど、まあそこら辺は突っ込まんといて、いただければなと思う次第です。ということで、早速ね、話していきたいんですけど、今週ね、こう話したいことがあるって言ったんですけど、何かっていうとですね、私ですね、先週の土曜日かな、土曜日に、王様ランキング第18話の感想動画を上げたんですよ。はい。上げまして、まあ、毎週上げてるんですけどね、王様ランキングの感想動画上げてて、で、それどうなったかっていうと、荒れたんですね。めちゃくちゃ動画が、あれまして、私のね、このチャンネルの規模では結構荒れた方で、動画荒れたのって、マジで、私の中では久しぶりかな。マジでめちゃくちゃ久しぶりに動画荒れまして、何かっていうとね、なんかもう、まあ荒れたんですよ。はい。で、でもね、あれだな、あれ、何やったっけ。週末のハーレム、週末のハーレムのね、私の動画、なんとですね、1万5000回ぐらいから再生されてて、どんな動画かっていうと、なんか、何サムネが、なんか、無料で無修正版見れるみたいな、なんかそんな感じのサムネで、まあ、開いてみたら私がただ喋ってて、じゃあ無料で見れると思うなよ、みたいな話をしている動画なんですけど、あれは別にコメント欄は別にそんな荒れてないんですけど、まあ、そもそもそんなコメントないんですけど、1万5000も再生されてるのにね、コメント全然なくて、だ低評価率が高い、違う、そう、低評価率がめちゃくちゃ高いんですよ。7割ぐらい低評価なのかな、っていう、感じなんです。まあ、それはね、理由は明らかで、無料でね、無修正版見ようと思ったら、私がただ喋ってるだけでがっかりした、みたいな、サムネで釣られた、みたいな感じで、こう、低評価をつけていったんだと思うんですけど、すごくない？そんな、1万5000人もの方がですね、今でもなお、こう、無料で YouTube で見たろうと思っているという、そこに、まあ、ショックを受けたわけですけども、まあ、その動画もまあ、一応荒れたっちゃ荒れたんですけど、王様ランキングがガチで荒れて、コメントで荒れたんですよね。で、こう、なぜ、荒れたかっていうね、ところなんですけど、私の中で理由が2つあるのかなと思っていて、1つ目がですね、私の感性というか感覚と世間のズレがあるっていうところがあって、今回ね、まあ、サムネはじゃないな、タイトルかな、動画のタイトルと、私の、
まあ、動画の内容か話してる内容でとあるセリフを言ってて、何かっていうと、それはちょっとね世間は許してくれませんよっていう、それ言ってるんですよ。で、あの動画のタイトルもそれついてるんですけど、そこがですね結構引っかかったらしくてですね、あのお前のその否定的な意見がですね世間的な意見やと思うなみたいな、なんか主語を大きくするなみたいなことを言われたんですね。で、別に私はですね、その自分の主張が世間の主張をやって言いたかったわけではなくてですね、ネタで言ったんですよ。で、これ、いや、びっくりしたんですよ。案外これ無名なんやと思ったんですけど、この、それはちょっとね、世間は許してくれませんよって、あの、ネタなんですね。で、これ何のネタかっていうと、昔、結構本当にめっちゃ昔やと思うんですけど、秋葉原で、あの、メイドさんが刺されるっていう、あの、事件が起こったんですよ。で、その時に秋葉にいたオタク3人が、こう、コメントを求められたんですよ、テレビ局の方に。で、その3人のコメントがめちゃくちゃ面白くて秀逸やって、で、ネットでこう、ネタにされてたんですね。そのうちの一つが、まあ、それはちょっとね、世間は許してくれませんよ、なんですけど、それをこう動画で使ったわけですよ、ネタとしてね。したら、なんかめちゃくちゃ真に受けられてしまってですね、いや、お前、何世間の意見にしとんねんみたいな感じで言われたわけです。なので、私の中でやっぱズレがあったわけですね。これは、もうみんな知ってると。めちゃくちゃ有名なネタやと思って、こう送り出したら別にそんなことはなかったっていうことで、まぁ、ちょっと、私ね、もうちょっとリサーチ不足というかね、ちょっと私は悪く、あそこに関してですね、非常に悪かったなと思っているわけです。反省しますね。やっぱあと、まあ、ズレもそうですし、まあまあ、使いどころもまあ、違ったかなということで、私結構やっぱね、ネタに走ってしまうんですね。はい。ネタに走っちゃうの。うん。なんかもう、基本的にはやっぱアニメの良さを伝えたいとか、まあ、その、いう気持ちもあるんですけど、あの、それ以上に、あの、人を笑わせたいっていうところがあるので、ネタに走ってしまうと。そこがちょっと今回は空回りしてしまったのかなという、ところがね、ございましてですね、一応反省しているという次第です。で、もう一点がですね、まあ言葉足らずというか、まあ言葉足らずでもあり、余計なこと言ってたなっていう、まあそういうところがあるのかなと思ってます。で、今回やっぱ一番批判というか、まあコメントが多かったのが何かっていうと、そのミランジョを、私がですね、あのミランジョをいいやつというか、その、感情移入させるために、何でしたっけ、あの、悪い国やったじゃないですか、王様ランキング。今回、フォーマ国と戦ってたか、フォーマ国を裏切った国やったじゃないですか。あれを出したんや、みたいな。ちょっと、その展開雑やったんちゃうか、みたいな話をしたんですね。そこをめちゃくちゃ突っ込まれて、いや、あれは、フォーマ国内の正義なんやと。ね、あいつね、あの、ミランズのお母さん正義を貫いて、動いてたんやと。で、その、逆座国も自分なりの正義があって、動いてるんや、正義と正義があるんやから、そういうああいうことになったんやというような意見とか、まあ表だけね汲み取ってなんか内面見てないのは非常に残念ですねみたいな、結構やっぱ言われたわけですんで、私はね別に負けたんやけど、ミランジョのお母さんの行動を否定したかったわけではなくて、そもそも逆座国を出したこと自体雑だったんじゃないかなっていうところを言いたかったわけですね。うん。なんでかっていうと、やっぱその、逆座国を出すことによって、やっぱめちゃくちゃ悪いじゃないですか。めちゃくちゃ悪いやつを出すことによって、まあ、とりあえずミランジョを悪いやつにしたくないっていうのがやっぱ見えるような構成というか、うん、そういうのをすごく、見てて感じたんですよね。うん。だからそこを言いたかったんですけど、やっぱなんかその、いやー、ミランジュのお母さんのことをね、なんか悪く言っちゃって、みたいな、なんかね、そんな感じにね、なっちゃってて、まあ、捉えられちゃってて、まあ、そこはなんかね、私の伝え方が下手くそやったんかなっていうのは、非常に思いましたし、まあ、確かに言ってるんですよね、私もなんかその、どう見たって悪いやん、みたいな。逆打国誰が見たって悪者なんやから、なんか手組むのおかしいわ、みたいな。もうやっぱ動画内で言ってるんで、私もね。うん。なので、まあ、説明不足でもあり、言葉足らずじゃないわ。ちょっと余計なこと言ってたな、みたいなこともあってね、こう非常に反省の多い、動画でですね、まあ、コメントをくださった方には非常にありがたいと、思っておりますし、やっぱね、コメントって基本的にしないと思う。コメントってめちゃくちゃめんどくさいじゃないですか。わざわざコメント欄行って文字打ってみたいな。なんか、この人がなんか思んないなとか、
なんか変なこと言ってんなと思ったら、普通の人って、まあ、低評価ぐらいは押すかもわからないんですけど、コメントってしないんですよね。っていう中で、こう、コメントをしてくださったっていうのはね、非常にありがたいなと思ってますし、まあ、今後のね、活動の、糧というかね、そういったところにしていきたいなと思っているわけです。で、しかもそういうコメントをくださった方の意見は、私はですね、一切否定するつもりもないですし、いや、もう、その人なりのね、考えがございますからね、全然いいと思うんですけど、まあ私も曲げないですかね、基本的に。まあすごいね、わかるというか、まあ確かになみたいな、このコメントくださった方の言ってることをめちゃくちゃわかるなみたいな思ったんですけども、まあ、それでもやっぱね、まあちょっと変えられないかな、あの逆座国はちょっとやっぱ雑だったんじゃないかなっていうのは私の中では拭えないなと思っているわけでしたっていうのが今週話したかったことです。でアニメの感想ってマジで十人十色だと思っていて、例えばあの私マジでこの前というか鬼滅の刃の、最終回ですね、最終回遊郭編の最終回、めちゃくちゃ泣いたんですよ。マジで意味わからんぐらい泣いたんですね私。なんですけど、なんかね、世間的にはそうでもないらしいですね。遊郭編の最終回って、そんなになんか、評価されてないっていう印象を持っているんですよ。で、私最終回の感想動画も出しましたけども、コメントね、くださった方で、なんか兄弟がいないから、やっぱ兄弟の感動とかわからないですみたいな意見くださっても、確かにと思って。確かにそういう、ね、兄弟なかった兄弟話みたいなね、兄弟のお話って刺さらんな、みたいな。だって分からないですしね、経験したことないし、みたいな思ってて。かくいう私はですね、弟がいるんですね、弟。弟がいて、で、俺別に隠さないんですけど、めちゃくちゃ私ブラコンなんですね。はい。めちゃくちゃ弟大好きっていう話で、今自分26歳で、弟何歳やろ ?23 かな ?3 歳下ぐらいなんですけど、いや、好きなんですね。ハイスピードスター好きなんですよ。うん、だからこそ、基本的に兄弟の話で私めちゃくちゃ感情移入するんですよ。めちゃくちゃ兄弟愛っていうのがわかるから。だから今回の、牛太郎とダキの話っていうのも私はすごい共感したというか、わかるわーってなってたし、うん、いや非常に良かったと私は思っているんですよね。うん。なんだけれども、やっぱね、環境によって変わるよね、アニメの感想って。それはすごい思う。とか、YouTube やっててすごい思う。いろんなね、コメントを皆さんくださりますから、そういうのを見てると、ああ、確かに、みたいな。そういう考え方もあるよね、みたいな、思うし、人それぞれのね、人生があっての、アニメの刺さる、刺さらないってあるしね。だって、バイオレット・エヴァーガーデンだってさ、めっちゃ泣くやん。あれ、私めちゃくちゃ泣いて、まあ、私どころかね、本当、基本的に視聴した方ってめちゃくちゃ泣くと思うんですけど、私の母と、バイオレット・エヴァーガーデンこう一気見してた時に母一切泣かなくて、てか母はね、基本的にアニメ興味ないっていうところも、まあ関係してるとは思うんですけど、マジで泣かんかったからね。本当に1話から見てたんよ。なんかよくあるやん。10話をおすすめされて10話だけ見るみたいな。あんなんじゃなくて、マジで1から見てたのに、母一切泣かなかったからね。びっくりした。泣かないのみたいな。母めちゃくちゃディズニー見て泣くのに間違えた。選択をミスりました。泣くのに、いや、これは泣かんのかいみたいな感じで。いや、ま、ニャイヤさん、あげてきるっしょそう、っていうのはある。だから本当にね、人それぞれなんやなっていうのは思うし、今回の、バイオレット・エヴァーガーデンじゃないわ、王様ランキングの感想にしたって、まあ、人それぞれなんだな、みたいな感じは思った。まあ、ただね、低評価はめちゃくちゃ多いし、まあ、否定的な意見が多いから、多分私の感性がずれてんのかな、どうなんだろうね。だから逆鎖国、うん、どうなんだろうねっていうところを感じたっていうところですね。皆さんどうです、どうでした、王様ランキング、どうでしたか。まあ、面白かったんですけど、いや、マジで前半は結構王様ランキングのこと私褒めてたんですよ。いいとこあったよ、みたいな。褒めたんですけど、まあ、後半の逆鎖国のね、一見で、めっちゃわーって言われてね、はい。やっぱなかなか人に感想を伝えるというのは、もう2年間もね、アニメ系 YouTuber やってますけれども、まだまだ難しいなと思った次第でありますというところですかね。やっぱこれ先週も言ったんですけど、これマジでゲームしながら喋る、やる気下がったんやが？ゲームしながら喋るの、これマジで難しい。これ、ほんまにやってほしい。やってみてほしい。すごい難しいよ。ゲーム、
実況者ってマジで頭いいんやなと思う。無理やもん、こうポチポチしながらアニメの話するの。いやマジで無理、難しすぎるっていうのを今感じている。あとね、あとこれ本当はね、王様ランキングの下りがなければ話したいなと思っていることがあって、なんか皆さんって声優さんの気持ち考えたことあります？声優さんの気持ち。これね、私ちょいちょい考えることがあって、で、あの、この前も、あのね、平家物語の、あの、声優さんのなんかインタビュー動画みたいな私見てたんですよ。見てて。で、その時に、誰だったか忘れたんだけど、なんか、アフレコの時に、なんかアフレコだったかな、台本読んでる時やったか忘れたけど、こんな素晴らしい作品、あるのかみたいな、作品に巡られて嬉しいみたいなことをコメントされてたんですよね。まあ別にそれは、まあよくあるじゃないですか。声優さんのなんか、その作品に対するインタビューとかで、いや、本当に素晴らしい作品だったと思いました、みたいな。あの、おミスったっていうのあったじゃん、あるんですよね。嘘やろ？ミスってくれんゲーム、時間の無駄すぎる。っていうのがあるじゃないですか。で、あの、遊郭編の10話かな？ 10 話の時も、なんか、木戸あかりちゃんがツイッターで、なんか、これが人間が作ってるとは思えない、みたいな。なんか、そういうコメントをね、ツイッターで残してたわけです。だから、感動されたんでしょうね、アニメを見て。それは別にいいんですよ。で、その木戸あかりちゃんつながりなんですけど、あの某伝説のクソアニメあるじゃないですか。エクスアームって言うんですけど、エクスアームにも木戸あかりちゃん出てるんですよね。で、あの、放送前に、斉藤聡馬さんかなと一緒にこう、インタビューを受けてて、で、その時に言ってたのが、あの、エクスアームの見どころみたいな聞かれて、あの、迫力のアクションシーンです、みたいな言ってたんですよね。え？みたいな。え、何を見たの？みたいな。あなた、鬼滅声優で、で、その時、エクスアームのね、前にだってもう、あの、鬼滅の刃一期あるわけですから、あの、鬼滅の刃に出演されてて、放送を見ていて、で、エクスアームをこう褒めていくと。どうしたと。アクション、しかもアクションシーンを褒めるんかいと。非常にびっくりしたんですけど、いや、褒めてたんですよね。斉藤聡馬さんも確かなんか褒めてたし、っていうのを見て、そういうのを見てて思うんですけど、何しんと思ってんねやろな、みたいなところを感じるわけですよね。で、まあ、どうなん、自分の出てる作品をさ、まあ、そんな叩きたくないというか悪く思いたくないっていう気持ちもあると思うんですけど、だって声優さんも一人間なわけで、まあ、木戸あかりちゃんとかね、まあ、別にもう売れっ子声優さんなんてもう素晴らしいアニメにも出演されてるわけじゃないですか。めっちゃなんかもう世間的に、ね、評判のいいアニメにも出演されてて、でもたまに多分そういうまあ世間的にちょっと良くないようなアニメにも出くわすと。で、そういう時にも褒めなあかんわけじゃないですか。なんかどういう気持ちで褒めてんねやろな、みたいなところを、なんか思ったね。どうなんやろ？そういうとこ考えたことあります？私なんかすげえ考えるんですね、そういうこと。どういう気持ちで、褒めてんねやろ、みたいな。で、Xアーム、これね、マジでミスった。マジでぼーっとやりすぎて、マジで超ミスってるんやけど、この育成ね。もうこういうのも、もっと成長していかなあかんね。精進していきます。で、そう、X アームを、こう、褒めるって、すごい難しいなと思ってて、やっぱ前日とかにさ、悩むんかな、どこ褒めようかな、みたいな。で、正直、いや、これ本当に X アームのファンの方には、申し訳ないと思うんやけれども、X アームね、褒めるとこないんです。私もね、あれ、一応全部見てたんですよね。X アームは全話、ちゃんと走り切りまして、切ることなく、走り切ったんですけど、本当に褒めるところがなかったけど、で、なんか、その後も、3D アニメ、CG アニメか、みたいなものって、ちょいちょい出てきてたと思うんですよ。で、出てくるたびになんか、いや、なんか X アーム2世、みたいな、言われてましたけど、結局 X アームを超えられてないわけですよ。何でしたっけ？この前もなんかありましたよね。小原好美ちゃんと、達久が出れたアニメ、名前忘れましたけど、あれもなんか X アーム超えれるんちゃうか、みたいな言われてましたけど、なんか面白かったしね、普通に。まあ、最終回はね、まあ、晩作尽きちゃったのかな、みたいなとこあったけど、面白かったんですよ。で、X アームをね、唯一、こう褒めれる点があるとするならば、どこかっていうと、多分話がおもろいだろうなっていうところなんですよ。で、X アームってね、多分普通に作ったらおもろいんですよ。うん、これマジで。
だから原作はおもろいんやろうなーっていうところが唯一 X アームの褒められるところであって、それ以外なんかねないと思うんですよね。でそんな中こう頑張ってですね、こうなんていうんですかね、こうひねり出したんでしょうね、きっと。あかりちゃんもそれでつい言っちゃったのが、アクションシーンがすごいっていうね、まあ違う意味でアクションシーンはすごくてですね、話題になりましたけれどもね、 X アームのアクションシーンというのは非常に話題にはなりましたけれども、うん、どういう気持ちなんでしょうかね、声優さんって。実際じゃあ自分がこう声優さんになりましたと、でいろんなこう作品に出ていきますと、でもうバンバン売れて、もう売れ子声優になりました、主役級とかで、そういう主要キャラクターをもう務めますってなった時に、こうインタビューを受けまくるっていう立ち位置になって、どう、やっぱでもまあ、いやこのアニメはひどいですなんてやっぱ言えるわけないじゃないですか。うん、だからすごい葛藤してんすかね、どうなんすかね。なんかこんな B 多いのわし久しぶりなんやけど、マジでなんか、いやもうこれほんまやったら上振れてんねやろうけど、あのマジで集中できてないんでね、超弱いエルコンドルパサーになっちゃった、申し訳ないね。これはエルコンドルパサーにもう申し訳、買っちゃった、たまにませんね。そうだ、そういうなんかね、最近は声優さんの気持ちをねこう考えるっていうことに、リソースを使ってる、脳みそのね、もっと違うことに使えって思うかもしらんけど、そうって思いましたけどね。どうです皆さん、どう思います？これそろそろ私ね、話すことなくなってきてるからね、マジで。今週も話すこと、今も話すことねえなーと思いながら、早く馬の育成終わんねえかなと思いながら話してる。だからね、まあ、今回はね、話したいことがあるっつって話し始めましたけども、この王様ランキングの動画がありましたよっていう、その一つの題材だけで、こう20分、もう20分超えですけど、話すって、まあまあきついですからね、これマジで。まあまあきつい。それを、馬娘やりながらね、馬娘やりながらで、今私ね、別に台本とかもこれ一切準備せずに、とりあえず動画の王様ランキングの話しよう思って、もうそれだけで始めてるんで、だから結構ね、難しい。これちょっと鍛えていきたい。これ毎週撮るんで、徐々に、こう私のね、こうトークが成長していく様子をぜひ見守っていただきたいですし、なんかご指摘というかね、いやなんかこうした方がええんちゃうかみたいな、あればですね、ぜひ教えていただきたいというところです。もうここまでね、見てくださってる方って、もうほんまにごく少数やと思う。ほんまにね、私のことを応援してくださってる方やと思う。だってもう20何分ぐらいかかってるでしょ、この動画多分ね。なので本当にありがたい。あと途中でね切れたと思うんですよ。途中でなんか変な感じで繋がってると思うんですけど、このカメラね、めちゃくちゃ安いカメラやからあれなんですよ。20分しか撮れないんですね。20分経ったら切れるっちゃうんですよ。だから多分途中ね不自然に切れちゃってると思うんですけど、そこは申し訳ないなというところです。あとこれ今育成するのって正直無駄っていう話で、アップデートされるんですよね、馬娘。馬娘めちゃくちゃアップデートされるから、なんか、今ね、育てる意味ってそんなないなと思っていて、うん、そのアップデートとか、あと新シナリオがどういう感じでね、育てられるのかわかりませんけれども、うん、なんかそういうとこで育てた方がええんちゃうかなっていう、あとはもう適当に使う。もう適当に。もう今回はマジで申し訳ないと思ってる。エルコンドルパサーにはめっちゃ申し訳ないことした。結構上振れてたと思うんやけどな。でもスキル弱いな。ということで、育成が終わったんでね、今日はこんなところで終わりたいと思いますけど、ぜひね、改善点などがあればコメントお願いします。はい。とりあえず毎週ね、上げていきたいと思いますんで、こういうラジオ系の動画はですね、よろしくお願いします。お付き合いいただけると幸いです。以上です。では。